皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、おならが止まらない原因ということですね、お届けしたいと思います。まあこれもね、ショート動画でもねお届けした内容なんですけども、こちらの方ではですね具体的に掘り下げた内容をねお届けしたいと思いますんで、おならが出やすい方、おならが出て困っている方はですね、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。まあおならが出るのはですね健康な証拠と言われてるんですけども、匂いが臭かったらやっぱ困るじゃないですか。やっぱりですね、こう臭いおならを出すとですね、ちょっとこうやっぱり周りの雰囲気だったりとかですね、ちょっとこう恥ずかしくなると思うんですよね。まあちなみにですね、成人の場合はですね、体内に作られるおならの量がですね、1日200ミリから2000ミリリットルぐらいなんですね。まあ回数はですね、1日でですね、10回から20回程度は平均的らしいんですけども、またですね、食事をする際に噛む回数が少なかったりとかですね、早食いの人はですね、おならが出やすくなるっていうことなんですね。あと炭酸飲料などね、たくさん飲むと出やすいとも言われてます。まあちなみにですね、正常なおならはですね、二酸化炭素や水素、メタンなどいった種類のガスが発生するみたいなんですね。で、これはですね、腸内細菌が活発に働いて、体の免疫や感染防御などの働きをしているということなんですね。で、腸内細菌のうちですね、善玉菌が悪さしない種類の菌はですね、炭水化物を利用して二酸化炭素や水素をですね、作り出しているということなんですね。で、通常のおならは無臭であるということなんですね。まあ、もしくはですね、わずかに硫黄の、ね、匂いがするくらいらしいんですね。まあ、匂いがない方はですね、善玉菌が活発に働いてくれてるんだという解釈でいいと思うんですけども、逆に匂いが臭い時ですね、これはですね、過剰に発生したアンモニアや硫化水素などのガスがですね、交感神経を刺激してですね、精神にも影響を与えているらしいんですね。また活性酸素も発生してですね、腸粘膜を傷つけてしまうということなんですね。またですね、腸の免疫力を抑制してしまってですね、さまざまな病気の原因となる可能性も高いみたいなんですね。つまりですね、おならが出ること自体が悪いのではなくて、おならの種類に、ね、気をつけることが大切ということなんですけども、また逆にですね、臭い匂いの、ね、おならの場合はですね、悪玉菌が増えすぎて、ガスの種類が通常とは、ね、異なってきてですね、臭い匂いになってしまうらしいんですね。それとですね、おならが出なかった場合はですね、過剰に発生したアンモニアや硫化水素などのガスがですね、交感神経を刺激して、精神にも影響を与えてしまうということなんですね。で、またですね、活性酸素も発生して、腸粘膜を傷つけてしまうということですね。で、腸の免疫力を抑制してしまって、さまざまな病気の原因となる可能性があるということなんですね。まあ、おならが出ること自体が悪いのではなくてですね、おならの種類に気をつけることが大切ということなんですけども、匂いのない方はそのまま問題ないんですけども、匂いの臭い場合ですね、その方はですね、悪玉菌がたくさんお腹に出るんだなっていう解釈をしてほしいと思います。まあ、そういった場合はですね、腸内環境を整えるって方法ですね、まあ、僕動画でも配信してるんで、またそちらの方を見ていただけたらいいかなと思うんですけども、とはいえ匂いがなくてもおならが出るのちょっと辛いじゃないですか。その時にですね、1日1回ですね、ガス抜きのポーズをしてくださいっていうことをですね、ショート動画の時もね、コメント欄に貼ったんですけども、こちらの方も実践してほしいと思います。はい、これでですね、今日も終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。僕のチャンネルでは美しく健康でいられるための情報をですね、発信しています。そのポイントは、血液循環にあります。血液循環が良くなれば、病気や痛みを防ぐだけではなく、シミ、シワ、たるみといった美容にも非常に重要なポイントです。だから私はこの炭酸生体スプレーを開発しました。自宅でもオフィスでもどこでも血流を整えることができます。また炭酸生体スプレーをお使いの方から毎日嬉しい報告をいただいております。本当にありがとうございます。まだ使ったことがない方もぜひ一度試してみてほしいと思います。またこれからもあなたの健康と美容にお役に立てる情報を発信していきますので、応援のほどよろしくお願いします。また LINE 公式アカウントも概要欄に貼っておきますので、友達になってください。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。